大和家内大賞典っていうものの何ていうか20年の間に、形ができ始めているのかななんていう気持ちは、歴代の先生方それから大勢の皆さんの協力のおかげでね、まあ、ここまで来たわけですから、一人にその育っていただいた審査員の歴代の先生方にね感謝しなきゃいけないし、同時に私はやっぱり山本家内のその自分が感じたものが尊いんだっていうその精神がやっぱり地元にもみんなに深く浸透していて、裏側にねそういうものがずっと2021年になってもあるのかな、20年の間にいつの間にかそういうレベルの高い版画大賞典になったんだなっていうことがとても嬉しく、これからもやっぱり変革していくというか変わっていくっていうことが特にこういうコンクールなんかの大事な使命でしょうかね。しかもその精神的なものは非常に一貫して山本家内先生のその考えが貫いていくっていうところにね、非常に難しいけれども意義ある展覧会かなと思いますね。今回その当然このレベルの高い作品群、まあ、特徴として、ウェブにしたっていうことは、まあ、若い、まあ、美大だとかそういったところで出た人が増えたっていうことも良かったな点ですけども、まあ、その受賞作を見ると、まあ、その辺が少し反映されてるのか分かりませんけど、結構軽快でカラッとした要素が前回よりは多いのかなと。対象作品はリトグラフっていう水と油の反発を使用して、まあ、この一発ずりのちょっともう博打的な要素もあって、で特にリトグラフっていうのは油性と水性の反応をよく使うので、それが、まあ、吸ってみないと分かんない部分もあって、こういろんな構造が見え隠れ、まあ、見え隠れというか混在しているようなところと、それがまあこの完結されたまあ、一発ずりで立ち上がってくる、まあ、その辺の潔さが、まあ、うまく噛み合ってるのかなと。水準がやはりすごい高いなというのは、思います。そのフレッシュな作品がとても多かったのような気がします。でそれは今回のまあ特徴なんだと思います。実際に受賞作品が、20代の、作家が多いということもそれを物語っているんじゃないかなと思います。偶然ですけど準大賞2点が少し立体的になっている小口木版と、それから、いわゆる側面までも絵になっているっていう構造が面白いなと思っていまして、である意味その辺の感性、若い感性が山本かなえのそのなんて精神ですかね、その版画をもっとこう自由な精神でこう開拓していくみたいなところにこう結びついていってるんだろうなと思います。ウェブ審査の、まあ、出てくる作品を、まあ、どのぐらい、まあ、客観的に冷静にできるのかなと思っていたんですが、やはり何度も見返すことができるっていうことと、持ってる技法の再立、インクの立ち方とか紙の素材とかそういうものを、まあ、まずは外して、まあ、構造的なことだけをまず見れるっていうのは非常に客観的に見れた一番良かった点だと思います。まあ、今こう多くの賞が決まった作品が並んでおりますけれども、まあ、ある程度の大きさがあり、どれも技術的に高いものを持っていると思っております。佐久村雄介さん、この中で見ても非常に作品が小さい画面サイズだと思うんですけれども、彫り の, リズミカルなところとか、あと本当にこうエネルギーが出てくるような、本当に山本かなえ版画大賞典の原点を見るような作品のような気がしています。こういうものがやはりこういう若いフレッシュな作品の中ででも賞を取っていけるっていうのは、やっぱりこの版画大賞典の一つの特色ではないかっていうふうに感じました。10年ぐらい、3度ですけど見ていて、やっぱり徐々に若い人たちが応募してくれる人が増えてきているなと思っていて、まあ、それに伴ってやっぱり若い感性というか、デジタルイメージの普及というか、デジタルのソフトとかの普及によって、なんていうんですか、テーマが版画だけではなく、まあ、絵画彫刻、そこのこう垣根が少しずつ
下がっていることもあって、自分たちのこう生活とかライフスタイルにこう近いようなテーマが選ばれているっていう世代が少し増えてきているのかなという印象を感じました。対象の方のは、漫画というか、まあ、そういうイラストレーション的なタッチがありつつ、その空間はすごく複雑な空間構成になっていたり、まあ、リアルなタッチがあったり、筆の強調されたタッチだったり、あと漫画的なタッチがあったり、一枚の絵の中に複数の時間だったり空間がこう織り込まれていて、すごく見どころが多いというか、ドラマを見ているような複数の時間をこうじっくり見ることができるっていうようなところがいい作品だなと思って選びました。私がちょっと気になったのはやはり山田新平さんの作品ですね。水性の木版画なんです、板目木版画なんですけども、まあ、イメージも新鮮ですし、板目木版、それも水性の板目木版の柔らかさとか繊細さとかっていうのを生かされていて、まあ、そこに使われている技術っていうのは日本の伝統がまあ育んできた、まあ、浮世絵版画などでもそれをこう正当に継承してるっていうか、現代の浮世絵ここにありっていう感じがして、あの面白いなと思いました。まあ、レベルの高い展覧会なので、あのどの作品が対象になってもおかしくないっていうぐらい のレベルの高さで賞は選び出せてると思うんですけども、偏りがないっていうか、地域的にも技法的にもバランスよく出品をしていただいていて、技法とイメージの裏切りっていうか、そういうものがやっぱりこの展覧会にも参見できるなっていうふうに思っています。現代の日本の版画状況というのを正しく映し出す鏡としてその展覧会が機能しているなというふうに思っています。